ただの人間ではない。30分後に管理局サーバーのレベル5で。歪曲時空特殊脳波だ。マジでか。ここまで念入りにシュレッドするとは。機密情報か。実験で証明されているだと。歪曲時空を発生させる特殊脳波がか。この辺を掘ればもっと何か面白いものが出てくるかもな。ち、まあいい、また来るさ。待っていろ、正体を掴んでやる。トラップか。面白い。なんだここ。管理局のサーバーの奥にこんな場所があったとはね。ん？何？この数字はなんだ？なるほど、トラップか。面白い。
道ができたか。
この私を舐めるなよ。クリアだな。まあまあ楽しめたよ。どうやらここが目的地だな。写真、いとこか。医局局長だと。閲覧不可か。なるほど。機密扱いの論文か。やはりあれはイトカが起こしていたんだな。刑事、黒い翼の者よ。私に刑事を。なあ、オレンジ。なんだ。あんたらは地上へ行くというが、本当にそんなところへ行けると信じてるのか。そういうことは他の同志の前であまり口にするなよ。わかっている。あんただから聞いてんだ。当然行けると思っている。だからこそこの組織にいるんだ。地上が存在するとして、管理局はなぜそのことを隠す必要があるんだ。さあさあ、わからないのか。記録がない。だがおそらく伝統だろう。伝統？大昔、地下に潜った頃の政府にとっては、一般市民に知られては不都合なことが何かあったのかもしれない。だが今の管理局はどうだろうな。市民はもはや地上のことなど全く気にせずに生活している。知ったところでこの生活を捨てるとも思えない。まあそうだな。だから管理局が地上の存在を必死に隠す必要も実はないわけだ。つまり管理局は過去の慣習から惰性で隠しているということか。断言はできないが、おそらく。じゃあ我々は管理局に盾つく必要なんてないんじゃないか。
勝手に地上へ行ってしまえばいい。それもそうだな。だが、地上への鍵を開くものが必要だ。ああ、教わった教義にあった。黒き翼のものだろ。そうだ。地上へ導いてくれる資格を持つものだ。管理局は、その可能性を潰しかねない実験をしている。だから、私たちは戦う。実験？そうだ。それによって管理局は、世界をねじ曲げようとしている。この閉ざされた世界を安泰に守り、己の地位を守る。そんなことのためだけに、地上へ満たされるはずの恵みを使い切ってしまおうとしている。それではダメだ。人々は地上へ解放されなければ。そして解放されるためには黒き翼の者の導きがなければいけない。黒き翼っていうのは神の使いみたいなもんなんだろ。さっさと導いてくれればいいのにな。神の使い？いや、人だ。人？ただの人？そうだ。それは我々の中にあって、必要な時が来れば黒き翼のものとなる。誰だか分かってるのか？いや、それはクロエとなったものが出会う。クロエってあんたが今度襲名する新刊のことか？そうだ。つまりあんたが黒き翼のものと出会えば、みんなは地上で生きられるようになるのか？伝承の通りであればそうなるな。いや、捨ての RPG かい。で、あんたがクロエを襲名したとして、その黒き翼とはどう出会うんだ？目印でもあるのか？大空を自由に飛べる翼を生やしているんじゃないか。冗談を言うなんてあんたらしくないな。大空を自由に飛べる翼を生やしているんじゃないか。糸か、怪物だ。この世界を、人々が地上に解き放たれる未来をねじ曲げてしまう。管理局が作った欲望の化け物だ。あいつがいたのでは、私は本当のクロエになれない。刑事は疑いなく刑事でなければならない。起きろ、イトカ、起きろ。何？クロエ、見てほしいものがある。来てくれ。でもクロエ、私、まだ眠い。確認が終わったら、また好きなだけ寝させてやる。だからほら、立ってくれ。もう、どこへ行くの？近くの端末だ。心配するな、そう歩かな。さあ、いとか、座って、これをかぶるんだ。これ？今から仮想現実空間にダイブする。え？嫌だよ。そんなことやったことないもん。怖いよ。怖くない。楽しいぞ。私も一緒にダイブする。クロエも一緒に？ああ。本当に楽しい？ああ。お前見たことないだろ？光る数字や文字がビュンビュン飛んでいく。綺麗だぜ。
そうなんだ。じゃあ、行く。面白いだろ？うん、すごいね、クロエ。クロエはいつもこんな風にコンピューターの中を飛んでいるの？ま、ヘッドセットがあれば大体ダイブだな。そうなんだ。いいとか、近道を開ける。こっちに来ん。どこを行く？図書館だ。とか見てみろ、この写真だ。あ、こいつを知っているの？先生、やはり知っているの？うん。どういう知り合いだ？ここは異極だな。お前はここに入院していた。しかもかなり長い間。違うか？違うわ。何のためにだ？わからないの。実験だな。え？いろいろいじられただろう。脳波を取られ、チューブにつながれ。やめて。投薬され、もしかしたらメスも入れられたかもな。やめて。なあ、いとか、最後に一つだけ聞かせてくれ。その肘の数字は何なんだ？見たの。数字が減るところもね。私は誰かの過去の夢を見るたびに数字が減るの。なるほど。で、どうしてそんなものが？わからないの。私にもわからないの。そうか。お前は本当に何も知らないんだな。クロエ、何？タイムリミットだ。お前の侵入がスイーパーに見つかったんだよ。え？約束だ。確認は終わった。好きなだけ眠らせてやるよ。おやすみ、いとか。クロエ？これでよかったんだ。これは世界をねじ曲げる管理局が作った化け物。私に起こった啓示はこんなものが起こした偶然などではない。啓示はあった。私はクロエ、黒き翼の者に地上へと導かれる運命なのだ。Thank you.